はい、こんにちは。スプレーアートでのべろちゃんです。これからね、リョウヘにサプライズしたい。これからちょっと結婚した教会に連れて行きたいんだけど、それで覚えてるかどうかちょっと見てみたいです。覚えてなかったらします。リョウヘ、ちょっと行こうよ、出かけようよ。どこに？祭り。行かない、今日はお家でゲーム。行きましょう。お祭り何？どこの祭り？近くの祭り。オッケー？はいよ。まあ、ちょっとバスを乗ってるけど。どう？いいね。いいね。楽しみ？楽しみ。あと少しで着く。で、多分ここら辺を見るとさ、夜兵が来るかもしれない。で、なんか聞かないようにちょっと別の会話をしたいと思います。ここはどこかわかる？全然覚えてない。全然覚えてない。祭り行ったらスプレーアート探そう。スプレーアート、うん、スプレーアートやってる人探して乱入しよう。ここは全然覚えてないの。え、聞いたことある？ないよ。ここら辺ないよ。ないの？初めて。初めて？初めて。どこ行くの？教会じゃん。教会。何の教会？どこ？これじゃん。何の？何のじゃねえよ。お前覚えてないの？覚えてる？お前覚えてないの？何の教会？ちょっと説明して。え？これ結構マジ離婚の危機だよ。覚えてなかったら。なんで？覚えてないの？あそこは何かあった？まあ、もうちょっと近くで見ないといけないね。もしかしたら思い出すかも。誰が？俺覚えてるよ。覚えてる？あ、こんな感じだったっけ。ダラーン、ここで結婚しました。本当はさ、祭りはないの。結婚した教会に連れて、そしたらヨヘは覚えてるかどうか確認したかったです。それはベロちゃんの覚えてない言い訳です。そんなことない。覚えてなかったじゃん、ベロさっき。覚えてたよ。結構でこれ思い出の場所だね。思い出の場所、本当になんかめっちゃちっちゃく見える。めっちゃちっちゃく見えるよね。これは8年前。10年前だよ。10年前結婚した。ここね、この教会で結婚したいから、なんかなんていうの、その日が空いてるかどうか撮るためにここで寝てたの。全然覚えてない。覚えてないの？はい、ということで、じゃあ楽しいと思ったらチャンネル登録と高評価お願いします。はい、ありがとうございます。コメントもよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。覚えてなかったでしょ。覚えてたよ。覚えてない。